こんにちは、脳トレ休憩室です。今日の脳トレは同じ数字を探そう最上級編です。通常の同じ数字を探そうで物足りない方用として作成しました。楽しんでいただければ幸いです。1問45秒で全部で10問あります。1問ごとに回答を表示します。答えは今表示されているように黄色くなります。それでは最上級の難易度をお楽しみください。第1問です。終了です。正解はこちら。文字の色が違ったり大きさが違ったり難しいですよね。次も頑張りましょう。第2問です。終了です。正解はこちら。少し慣れてきましたか？ちなみに作者は同じ数字を探すのをトレが苦手です。皆さんは得意ですか？よかったらコメントで教えてください。第3問です。終了です。正解はこちら。難易度はいかがでしょうか？少しずつ修正するのでぜひコメントしてください。第4問です。終了です。正解はこちら。脳トレは1日5分から10分でも効果があるらしいです。毎日頑張りましょう。第5問です。
終了です。正解はこちら。脳トレの効果は認知症の予防だけではありません。集中力や記憶力といったあらゆる世代に必要な能力を鍛えれます。第6問です。終了です。正解はこちら。皆様の正解率はどのくらいでしょうか。もしよろしければコメントしてくださいね。第7問です。終了です。正解はこちら。私のチャンネルは毎日脳トレ動画を投稿しています。もしよろしければチャンネル登録お願いします。第8問です。終了です。正解はこちら。とうとう後半戦になってきました。もう少しで終わりなので最後まで頑張りましょう。第9問です。終了です。正解はこちら。最後1問となりました。最終問題をパパッとやっつけちゃいましょう。第10問です。
終了です。正解はこちら。これでおしまいです。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。ここまで見ていただいて、本当にありがとうございました。当チャンネルでは、毎日様々な脳トレ動画を出しています。脳トレは継続して行うことで、効果が出ます。ぜひチャンネル登録をして、毎日脳トレをしに来てくださいね。それではまた明日。ありがとうございました。